それじゃあソウル、君は伝説の中にいる。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント、クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まったのです。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥キドミツマサに全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身はミツマサに育てられ、キドサオリとして成長する。時を同じくミツマサに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、サオリのもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急ぎ、アテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、
ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の宮、白陵宮を守護するゴールドセイントはかつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、聖夜。わかった、すまないな、ムー、よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。シリュウたちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。この大牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴はこのタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せるのだ。しまった。言ったはずだ、この金牛宮は倒産だ。奴は構えてもいないって言うのに。攻撃体制になっているのか。まるで憲法の居合切りだ。
完全くせに生意気だ。焦っているのかい、アルデバラン。俺のコスモ、ペガサス、インセンテン。よし、どうだアルデバラン、お前の剣を超えたぜ。ペガサスよ、これでも食らえ。まだまだ、まだまだ、まだまだ。いいな、ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。ちょっと手加減しすぎたかな。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う、いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん、聖夜の剣がビッグバンを起こすと。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おいせいや、はいっと。俺のこの黄金の角をへし折るだと。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。これだけか。まだまだ、勝機が見えてきたぜアルデバラン。せいや、赤が俺の構えを寝かせたぐらいだ。いい気になるなよ。まだまだ。ブロンズの実力などたかが知れてるな。俺のコスモ、ペガサス、インセンテン。まさかこれはビッグボン。私とお前とでは実力が違いすぎた。こんなところで。みんな、どうしたせいや、その程度か。その黄金の角へし折ってやる。おいせいや、一気に葬ってくれるぞ。はいっと。
俺のこの黄金の木を召し寄る。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。勝負が見えてきたぜ。あれだから、せいや、バカが俺の可愛を溶かせたぐらいでいい気にならないな。しまった。まだまだ。やつはあなたの感覚が著しく衰えたことによって、ブスモが増大した。ブスモの究極セブン戦術に目覚め始めたという。しまった。燃えろ、俺のブロックを。ペガサスインセンター。エゴウィナー、ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。まあまあだな。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通りその角もらった。な、何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ。せいや、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい。せいや、この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。